桐生市の養豚場の豚が豚の伝染病 CSF 豚熱に感染していることが確認され、群馬県はおよそ2,400頭の殺処分を進めることにしています。県によりますと、昨日桐生市の養豚場を管理する獣医師から小豚が前の週に20頭死に、今週も20頭死んだなどと県に報告があり。 国の研究機関などが調べたところ、きょう夕方、CSF 豚熱に感染していることが確認されました。県は今夜からこの養豚場のおよそ2400頭の殺処分を5日間ほどかけて進めるとともに、消毒などを行うことにしています。今回、感染が確認された豚は生後35日頃にワクチンを接種していたということです。 また野生のイノシシなどの侵入を防ぐ防護策は設置していたということで県は国とともに感染経路を調べることにしていますこの養豚場から半径10キロ圏内にある114の養豚場ではワクチンを接種しているため豚の出荷や移動は制限しないということです県内の養豚場で CSF が発生したのは去年9月以降5例目で 先月19日以来です。前回発生してからあまり時間が経ってないということで、これは深刻的に受け止めなければいけないというふうに思っています。今回はですね、その対策全体をちょっと抜本的によく検証して、えー、あの見直す必要があるというふうに思っています。